お、町に来ました、はい、これはですね、大和演舞のクロッカスですね、はい、クロッカスの町3日目の、はい、イベント戦をやっていただこうかなと思うので、ちょっとこのまま、そうですね、でここいろいろ本当町をぐるぐる回っていただくと、いろいろなギルドの宿屋があって、そこにキャラクターとかいて、いろいろなイベントも楽しめるんですけど、ちょっと今日は時間の関係でバトルの部分をお見せする、なるほど、はい、左側の方に、左側、はい、どうでしょう、これが東京側、はい、すごい、なんかワクワクしますね、これが町にあるんですか、この、ね、そうですね、すごいですね、この建物、ドムスフラン、そうです、闘技場ですね、はい、でこれ控室というか、控室なんですけど、まあ、こういうところに話しかけても、レビーさん、はい、レビー、俺だレビーやーって言われて、かわいい、あ、応援してるって、あ、嬉しいですね、こうやって並べられるとマカロフの身長さえですね、はい、なのでめちゃめちゃ可愛いですねマカロフ、いやギルドにいるときは何か台の上に乗ってて、ね、なんか箱の上に乗ってましたもんねなんかあんまり目線変わらないイメージでしたけど、マスターめっちゃ可愛いですね、はい、サイズが、本当なハッピーたち、じゃあこれまっすぐ行っていいですか、はい、登場、はい、に行きましょう、おタッグバトルなんだ、まあ、今回はパートナーが決まってる、ちょっと原作にも出てきた戦いなんですので、はい、夏とガジルが組んで、はい、スティングとロングと戦うという、はい、そうですね、どっちもドラゴンスレイヤーじゃない自分でこう突っ込んでいくスタイルなんですね、運営も分かってるじゃねえか、黒いのは俺がやる、分かってる運営ありがたいですからね、そうですね、いろんな意味で、そうありがたいです、これまでの借りは全部返してやる、お、打倒セイバートゥース燃えてきた、珍しくね、なんか意気投合してる感じ、いい感じでね、しますね、パートナー感ありますね、あ、ジュレイザー、グレイザー、こんな風に応援してくれるんですね、ね、サラが、永遠に話しかけるとそのバトルがスタートします、これすごい迫力ですよ、これ、あ、みんなこういう風に戦ってたんだ、これすごいですね、キャラの目線が分かるっていいですね、ちょっと喋りかけて、はい、スタートしましょう、はい、はい、行きましょう、おお、夢のドラゴンスレイヤー対決ついに実現、マトウ君だ、試合開始です、うん、おお、あ、これはいいですね、ワクワクするシーン、ガツンとかましてこい、おお、俺たちの分までな、あ、男、応援してます、あ、応援してる、夏たちにきっと勝てるよ、ハッピー、かわいい、やばいな、ハッピー、かわいいな、うちのハッピー、今うちのハッピーに映ってますうわぁ、ジンはね、怖いチームですよ、ここは、手ごわそうですね、試合開始、はい、で、この戦いって本当は 3ターンというかですね、3段階あるんですけど、3段階、はい、まあ、要は1回倒すごとにどんどん強くなっていくみたいな感じなんですけど、はい、その最初の2戦闘をちょっとやっていただこうかなと思います、おお、なるほど、はい、じゃあちょっとやっていきましょうか、何にしましょうかね、いやもうガンガンに攻撃していった方がいいんじゃないですかね、そうですね、なるべく火力の強いやつがいいかなと思ってるので、何がいいか、幻覚、じゃあそれやってみますか、ただ今ちょっと斜めに配置されてるじゃないですか、はいはいはい、斜めのやつの方がこういいんですけど、斜めなんか、ナッツにはないんですけどガジルには当たってたりとかで、色が濃い方がダメージ量が高いので、まあ、そっちをそのキャラクターに合わせてあげるとか、あ、じゃあスティングだね、やっぱナッツはスティングだね、うわすごい、あ、迫力ある、お、怖っ、これね、リアルに収録の時めちゃくちゃ緊張したの覚えてます。あ、そうなんですか、そうなんですか。僕と、夏役の柿原君は同期なんですけど、大先輩なんで2人が戦ってる相手が確かにめちゃめちゃ緊張しながら収録したの覚えてますよ。で時々ね、周りのキャラクターたちが応援してくれるんですよ、ね、あ、そうなんだ、はい、じゃあ今度ガジルの斜めっていうのを、ね、下に下がっていくと斜めのやつ、これか、鉄流層鬼神が斜めなんだ、それ上を、はい、調整してあげると、はい、
しかも結構食らいますね。そうですね。これもいいんじゃないですか。見よう。うわあ、かっこいい。いいですね。すごい。わあ、いいですね。ヘルザが応援してくる。あ、それでこう、はい、いろんなパラメータがアップしたりとか、体力を回復してくれたりとか、まあ、そういった応援もあります。いいですね。じゃあどれにしよう。これなんだろうな。公園。お、これちょっと。ね、これ行きますね。ね、二人とも入りますもんね。おお、かっこいい。あ、いい。いやー、なかなかこう必殺技ってとどめ的にアニメで表現するけど、こう連続で使うってすごいですね。そうですね。もうとにかくもう好きなだけ打ってもらおうと思って、まあ、もちろんMP という制限もありますけど、はい、で、まあ、弱点的に弱点とか相性とかもこう今後出てくるので、ちょっと今比較的こう分かりやすいところを選びましたけど、はい、スティング倒しちゃうか。そうですね。どっちかがこう倒していくと楽になると思います、ね、おお、死なないや、強いや、強い、反撃されてるし、しかも2人でやばいな、これ。しまった、これは浅はかだった。おお、またきます。やっぱね、桜井さん強いんですよ。やっぱそうですね。簡単に倒せるわけないんですよ、やっぱこの声のキャラがね。うん、2人とも回復持ってないんですよ。ウェンディとかがパーティーにいないので。そうか。なので今アイテムを使うか、うん、まあ、仲間に応援してもらって回復するしかしかないので、うん、まあ、それよりこう多分このバトルはこう一気に戦って倒し切ってしまった方が良さそうな感じなので、なるほど、なるべく広範囲のやつで行くか、まあ、強いやつで1人ずつ、強いやつで行っちゃった方がいいかもしれないですね、うん、これでもうじゃあ2人戦略を立てるのが楽しそう。そうですね、計画をね、立てないとね。あ、まだ強い。うわ、これは強い。あ、フラッシュ、かわいい。ありがとうよって言ったけど、逆にこう敵側だから、敵側に覚醒しましたね。はい、あ、本当だ、覚醒しました。まあ、ある条件を満たすと、その一段階こうキャラクターのパワーが上がる、はい、潜在能力が発揮できるので、はい、すごいな。で、これあとはだからローグだけですもんね。そうですね、そうですね。おお、じゃあこういうのでこう、おお、やばい、強い、いや強いですね。あ、今攻撃力を上げてくれたので、はい、ここでちょっと倒しちゃいましょう。はい、攻撃力上がったんだ。おー、じゃあ一番下のグレンカリューケンとか、これ結構強いと思うので、はい、範囲もあるし、はい、強い技な。本当ですね。うわー、すごい。あと一撃ぐらいかな。あと一撃。じゃあ、鬼神で。出しちゃいましょう。はい、うん、おお、倒しましたね。で、まあ、この第1戦が終わったんですけど、まだまだまだイベント戦なので、こう、さらにパワーアップして第2回戦が始まるというか。うわあ、なんかアニメを思い出しますね。しぶとんだよ。その程度の力で本当にドラゴンを倒したのか、うん、倒したんじゃない、殺したのさ、この手で。怖いこと言ってる。自分の親じゃなかったのか。 あんたには関係ねえことだ、うん、今からその竜殺しの力を見せてやるよ、ホワイトドライブ。うわ、マジかよ。シャドウドライブ。なんかこれ強くなってる。そうですね、この後のバトルでこうすごいパラメータが反映されてる、うん、でちょっと今回調整して少しフェアリーゲージというものを たまりやすくしてあるので、ちょっとそこをご紹介させてください。2回戦目のバトルがちょっとなるほど。シャドウドライブ。おお、うん、強そう。聖なる白き裁きよ、クライナー。強そう。その姿を見せず。あ、おお、すごい。で、まあ、ボードライン、ある条件を満たすと、うん、また夏がもパワーアップするんですけど、今、まあ、好きな方ライエンリュウでもドラゴン、じゃあモードライエンリュウにしましょう。ライエンリュウで、はい、モードライエンリュウ、
でちょっと魔法を一回選んでいただくと、さっきとなんかすごい増えてない？違ったりし、雷炎竜の激鉄、はい、あの技とかが出てくるので、うわグレンバクライジンとかもあります。すごいよこれ、 MP の消費も。そうですね、そうですね、でかいっすよこれ。やっぱもうここ一番で使わないと。これすごいな。でも範囲も広いですね。そうですね、そうです、ね、これちょっと見てみます。 MP もでかいので、まあちょっとうまく2人がこういう形で、はい、なるほど。え、ちょっとやってみますか。はい、どうぞ。メツリロウジグレンバクライジン、うわすごい。あ、かっこいい。炎の演出めちゃくちゃかっこいいですね。であと右下に今 R1 っていうところの周りが光ってますよね。あ、これあの敵にダメージ与えられたりとか、うん、敵にダメージ与えるとどんどん溜まっていくフェアリーゲージっていう。これがフェアリーゲージ、はい、それが溜まると魔法の連携ができるので、じゃあちょっとあの R1 を押していただけますか。全員の敵に与えられるので。すごいですね、全体なんだこれ、はい、じゃあスタートします、はいはい、でまずその2つ選べるんですよ、あの、はい、小技と大技、丸の方が小技で、うん、まあ、四角が中技というか、はいはいはい、そこがどんどん増えていくんですけども、はい、じゃあ どっちか選んでいただいて、はい、でさらにここで丸を押して、はい、でまた丸を押してどんどんこう時間内に選んでいくという能力で、はい、なるほど、はい、で最後バツを、うん、はい、うん、おっ、あ、2人で連携して攻撃ができるんです。そうですね、あのこれがどんどんギルドがとかあの絆が育っていくとどんどんつながる個数が増えていくので、はい、である程度そのつながっていくと最後にレジェンド級の技がつあの出てくるみたいな、そういうこともすごいですね。そういうこと。へえ、じゃあちょっと最後に魔法であのスティングを倒してしまいましょう、はい、すごいですね。すごかったです。え、ちょっと方向を行くよ。いやー、うわー、なかなかやるじゃねえか。おー、だけどまだまだだ。え、どういうこと。調子に乗んなよ小僧ども。あ、これをね先輩に向かって言ったんですよ僕。ほんとこれが緊張するんですよ。ドキドキするんですよ。リアル怖いですね。リアルにね、はい、え、まだあるんですか。で、はい、3回戦もあるんですけど、じゃあ3回戦ちょっとだけこうせっかくなので触りだけお見せして。いいんですか。じゃあちょっと渡しますので、はい、はい、簡単に越えれる壁じゃねえことは分かってた。すごい。分かってるよレクター。そう、このね、セイバートゥースのエピソードも泣ける話なんですよね。そうなんですよね、うん、本当原作で良かったです。おー、メイビスがいる。どこに。まあ、第3段階目はさらにあのパワーアップしてるので。いや、もうだってもう強そうですもん。いや、もうじゃあちょっと少しだけダメージを与えます。うわー、助けてやる。終わりにする。あ、僕何にも喋らずに今気づきましたけど、これ生放送でしたよね。普通に見入っちゃって、もう私も今すごい見入っちゃって、見入っちゃって。うわ、怖っ。やめて、ちょっと。ああああ、アップした2人にこうゲームでこう戦っていくっていう感じなんです。はい、ちょっとこの先は、はい、ぜひあの皆さんプレイしてやっていただければなと思います。楽しんでいただきたい。すごい。